統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますのでご利用ください。小倉競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、本日ありません。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、2レースの1つのレースとなります。 高評価の本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます小倉競馬2レースの本命馬から解説していきます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できます その他の競争条件も同時にプロットされていますので、様々な適正分析が可能です。例えば、馬体重は黒色の折れ線でプロットしています。本命馬は、一枠一番、帝王したアデです。この馬の偏差値ランクは、A ランク、勝利確率は35%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。 金走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは1走前の指数の68で連帯目安の黄色線を26上回っています一方最低の指数となっているのは2走前の指数の42で黄色線上となっています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは 最高丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の41で、本命馬のピーク指数に対して27下回っています。最低指数に対しては1下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の48で、 本命馬のピーク指数に対して20下回っています最低指数に対しては6上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上より他馬との力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です 今回は1200メートルとなります指数がピークとなっているところは一層前は紫の丸が1200 1200は適距離です展開面を見ていきますレース展開はスローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです 先行力分析シートへ切り替えます。先行力は40で5位です。上がり指数は54で4位です。先行力は評価できません。好位につけられないリスクがあります。開催場適正を見ていきます。小倉では他の開催場と比べて高指数をマークしています。以上より本命場の適正は距離適正と開催場適正が高評価できます。一方、 展開面がリスクです。適正面には、多少のリスクはありそうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。適正面には、多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は35%と申し上げましたが、もう少し高い勝利確率を望めそうです。 推奨の本命馬としても問題なさそうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください函館競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは6レースの一つのレースとなります本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは 4レースと、7レースと、10レースと、11レースの、4つのレースとなります。高評価の本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。函館競馬、6レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、6枠12番、ウィントレメンデスです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は45%を見込んでいます。 まず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは1層前の指数の73で連帯目安の黄色線を20に上回っています一方最低の指数となっているのは4層前の指数の28で黄色線を23下回っています本命馬の能力は まずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の42で本命馬のピーク指数に対して31下回っています最低指数に対しては14上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に 黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の55で本命馬のピーク指数に対して18下回っています最低指数に対しては27上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり 若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2 0 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、一層前は紫の丸が2000、2000は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位は オレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が鼻を切っての競馬です鼻を切って逃げが必須のタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は59でトップです上がり指数は67で2位です楽に逃げられる高い先行力を持っていますレース感覚を見ていきます今回は 27週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くかどうか大きなリスクがあります以上より本命馬の適正は距離適性と展開面が高評価できます一方レース間隔がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります 適正面には、多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は45、45%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 福島競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは12レースの一つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは7レースと11レースの2つのレースとなります。高評価の本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。福島競馬12レースの本命馬から解説していきます。本馬は 3枠5番ロジアデレイドです。この馬の偏差値ランクは s ランク勝利確率は5。4%を見込んでいます。まず、本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、3。走前の指数の7。7で連帯目安の黄色線を17上回っています。 一方、最低の指数となっているのは、四走前の指数の60で、黄色線上となっています。本命馬の能力は相当高いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、四走前の指数の63で、本命馬のピーク指数に対して14下回っています。 最低指数に対しては3上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは5走前の指数の63で本命馬のピーク指数に対して14下回っています最低指数に対しては3上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば 逆転の可能性も多少はあります以上より他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1700メートルとなります指数がピークとなっているところは一層前は紫の丸が1800 3走前は紫の丸が1600、1700は守備範囲です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは1走前はオレンジの四角が2番手から3走前はオレンジの四角が5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです 先行力分析シートへ切り替えます先行力は70でトップです上がり指数は48で7位ですまずまずの先行力で前目につけられそうですレース間隔を見ていきます今回は14週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くかどうか大きなリスクがあります以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます一方 レース感覚がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は54%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません 推奨の本命場としてはリスクが高そうです。